今までとは全く別物の股関節チェックをします。なぜかというと、痩せない女性の 99% は股関節周りの筋肉が硬い、もしくは筋力不足の問題があります。お腹周りの腰肉、浮き輪肉、太もも痩せない方必見です。最初のチェックはこれぐらいは最低できた方がいいよというものをお伝えします。一番最後に、かなり難しいけどこれできたら理想だよというチェックをお伝えしますので、最後まで一緒に頑張りましょう。皆さんこんにちは、ズボラのトレーナー深井です。1種目目で股関節の柔軟性と動作チェックしていきます。この体勢のまま右に倒す、左に倒す、手を床につけずに、これができれば柔軟性と動作最低ラインはあるという証です。もしきつかったら手をついちゃってもいいです。最終的にね、手をつかずにできるようになりましょう。かなりねきついと思います。手をつかないと体幹周りの筋肉も使います。呼吸は止めないようにしましょう。頑張って。ちょっとずつね、僕みたいに前に進んじゃっても問題はないです。 OK、 じゃあストレッチ始めていきます。こんな感じ、体育座りの状態で後ろに手をついて、左足を右足に乗せます。で、ぐーっと胸を張ると左のお尻が伸びてきます。きつい人はこんな感じでね、ちょっと胸と足の距離を広げると楽になると思います。余裕があるよって人はなるべく足と胸を近づけましょう。左のお尻がより伸びてきます。なるべく胸張っておくとより効果的です。呼吸は止めないようにして、手をねつく位置は楽な位置で大丈夫です。肩に力入りすぎないようにしましょう。OK、 そしたら逆足いきますよ。じゃあ次は右足を左足にこんな感じで乗せましょう。なるべくぐーっと胸を張りましょう。右のお尻が伸びると思います。きつい方こうやって緩めて大丈夫です。余裕がある方はなるべく胸と右足近づけましょう。ぐっと胸張って姿勢正しましょう。先ほど行った股関節の柔軟性と動作チェックなんですが、股関節周りの筋肉だけではなくて、骨盤についている上半身の筋肉の柔軟性や正しく使えてるかというのも重要になってきます。なのでこの動画では全身のストレッチやってきますので、最後まで一緒に頑張りましょう。ビフォーアフターでね、成果が分かるようになってます。 OK、 そしたら次は、足伸ばしましょう。肩幅よりちょっと広めに開いて、手床についておいて大丈夫です。内外につま先をねじる、つま先を外内、股関節付け根から動かすイメージです。で、やっぱりね、効果出したいよとか、もっと頑張れるよって人は、僕みたいに手を床につかずにやると腹筋も鍛えられます。でも手を床につかなくてもしっかり股関節はねじる。呼吸を止めないようにして大きく大きく動かす、付け根から動かす、頑張って。 OK、 そしたら次は、あぐらの状態から右足をちょっと前に出します。そのまま体真正面に倒していきましょう。右のお尻が伸びてきます。で、基本的には前にぐーっと倒れると伸びるんですが、いまいち伸びないよって方は、例えば斜め前に向かってこうやって手を伸ばしたりとか、逆でもいいですね。もっと前に手を伸ばしたりとかして、右のお尻がね、あー、より伸びるな、ここがきついなーっていうところをね、探してあげましょう。僕の場合は左にちょっと体をねじるとより右のお尻が伸びてきます。呼吸止めないようにしましょう。 OK、 じゃあ逆側いきます。左足を前に出しましょう。そのまま体を正面に倒します。左のお尻が伸びてくると思います。お尻伸びてますか？伸びない方はちょっとね、こうやって斜め前に体倒したりとか、もっと手を遠くに伸ばしたりしてね、伸びる位置探してみましょう。これお尻の大臀筋っていう筋肉を伸ばしてるんですが、すごい大きい筋肉で、いろんな方向に筋肉がついてるので、それぞれ硬い部位が皆さん人によって違うんですね。だから真正面に倒して伸びる方もいれば、斜め前に倒して伸びる方もいます。これどれが正解とかじゃなくて、皆さんが伸びれば正解です。 OK、 そしたら一回手床について、左股関節大きく外回ししていきましょう。外回し、できる限りゆっくり大きく回しましょう。ゴリゴリ音が鳴るよって方、痛みがなければ気にしなくて大丈夫です。痛みある方はゆっくり小さく、痛みない範囲で行っていきましょう。まあ、これもね、難易度を上げるとしたら、こうやって手を
床につけずにやれば体幹を鍛えながら股関節ストレッチができます。超きつい。呼吸止めないようにしましょう。OK、 次右股関節大きく外回ししていきます。こっちも同じくゴリゴリなっても痛みがなければ OK です。呼吸はね止めないようにしましょう。この動画再生速度をちょっと早めたりね遅めたりして自分のペースでやれると良いと思います。また結構長いので種目と種目のね、例えば種目の終わり最後10秒サボったりとか、もしくはね一種目丸々サボってもいいです。最後まで完走することが大切な組み合わせで動画を作ってます。OK、 じゃあこれで右足を左こっちに持っていきます。でこの足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻伸びてくると思います。体を足につけるというよりは足をお腹につけましょう。右お尻伸びれば OK です。なるべくぐっと胸張って頭を上から引っ張られてるイメージ、ピンと背筋伸ばすとより伸びてきます。きつい方足とかねこの辺でもいいです。この辺でもいいです。右のお尻が伸びてればそれで OK です。余裕がある方はなるべくね胸と足をぐーっと近づけると伸びてきます。OK、 次逆のお尻いきます。左足を右こっちに持ってきます。手でこの足ぐーっと抱えます。左のお尻が伸びてくると思います。皆さんついてこれてますか？きつかったら再生速度変えてくださいね。早める遅める自分がやりやすいように使ってください。呼吸は止めないようにしましょう。結構ねこのお尻と股関節いまいち関係性がわからないって方もいらっしゃるんですが、股関節英語で言うとヒップジョイントって言います。お尻の関節です。もうお尻の筋肉って股関節全体を覆ってるのでお尻イコール股関節と思っていただいて間違いないと思います。 OK、 そしたらまた手を床について左股関節から今度内回ししていきましょう。さっき外回ししたので内回しです。これもゴリゴリ痛みがなければゴリゴリしてても大きく回して OK です。痛みがあればゆっくり小さく痛みない範囲で回しましょう。先ほどと同じく手を床から離せば体幹を鍛えながら股関節ストレッチができます。きついよ。ゆっくり大きく普段動かさない範囲で回すことが大切です。呼吸は止めないようにしましょう。 OK、 じゃあ次右股関節内回ししてきます。ゆっくり大きく、これも痛みがなければ大きく回しましょう。このねゴリゴリなる原因って何なのってよく聞かれるんで、概要欄にも貼ってる無料のズボラストレッチの教科書でも解説はしてるんですが、医学的にですね原因が今解明されてないっていうのが現状です。だからなんかこう関節の中のね空気が弾ける音とか、単純に筋肉硬いだけとか、関節がね鳴ってるとか、いろんな説があるんですけど、まあ、ちょっと今の段階では解明されてない。で、でも正直そこまでね原因大事じゃないと思います。痛みがなければ動かして OK と思ってください。よし OK、 そしたら次は右足を伸ばします。なるべく股関節グッと開いて真正面に体を倒していきます。右の内ももが伸びてきます。つま先をなるべく真上に向かってグッと立てておくとより内もも伸びます。余裕があればどんどん体をね正面に倒していきましょう。皆さん大丈夫ですか？ついてこれてますか？なるべくつま先上向けてくださいね。内ももです。余裕があればちょっとずつ前に体を倒していきましょう。 OK、そしたら次逆足、左足を前に伸ばしてなるべく股関節開く、この状態で真正面に体を倒していきましょう。内もも伸びれば OK です。つま先しっかり上向けておきましょう。最近やっぱりズボラストレッチとか他の YouTuber さんの動画とかね、有酸素運動とかやってもどうしても痩せないんですって、何をしたらいいか分かんなくなりましたっていう DM コメントをよくいただくんですけど、何かを正解を見つけようとするとすごい苦しいと思います。これしたら痩せるって絶対そんなもんないので、
だから、自分がやりやすい、習慣化しやすいものを見つけると僕は良いんじゃないかなと思います。 OK。 じゃああぐらかいたら右手をベチャッと床につけましょう。左手バンザイします。脇腹、脇の下伸びる感覚あれば OK です。余裕があれば指先遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。斜め前倒したり真横に倒したりして、あ、自分がきついなーってところを探してあげましょう。で、この時足はあぐらみたいな感じで、あの、楽な状態で大丈夫です。で、このお尻がね、浮いちゃうんですけどってコメントよくいただくんですけど、お尻浮いても全く問題ないです。脇腹、脇の下伸ばすことが目的です。 OK。 逆側いきます。左手、左肘床について右手をバンザイしましょう。脇腹、脇の下伸びますか。で、指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばす。斜め前倒したり真横倒したり、自分が一番きついなって角度探してあげましょう。こうやってね、斜め前に倒した方が意外ときつかったりしますね。もしくはね、これ人によっては日によって違うと思います、きつい角度が。何かね、それが悪いわけじゃなくて、日によって違うのは人間として当たり前なので安心してください。OK。そしたら次は、頭の後ろでこうやって手を組みましょう。そのまま、ぐーっと猫背を作る。逆にゆっくり反らせる。繰り返していきましょう。猫背作るときは、おへそを覗き込む。逆にぐっと胸をなるべく張る。ゆっくりでいいです。普段動かさない範囲まで、背中、腰を丸める、反らせる。急がなくていいですよ。途中でサボってもいいし、再生速度変えてもいいです。皆さんがね、やりやすい状態をね、自分で探してみましょう。しっかり反らせる。OK。そしたら次、体育座りしましょう。こんな感じですね。で、太ももを両手で抱え込みましょう。そのままおへそを覗き込むイメージ。腰から背中全体伸びてる感覚ありますか？体育座りでなるべくおへそを覗き込む。両手で太ももを抱えてます。余裕があればちょっとこうやって膝を伸ばしてあげて、その状態で太ももを抱えるとより背中腰伸びてきます。しっかりおへそを覗き込むイメージです。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。次は、じゃあ右足伸ばしたまま、左足をこんな感じにします。で、右手で左足しっかり抱える。左のお尻を伸ばしてます。こっちの空いてる左手は床ついてても大丈夫です。で、上半身を左にぐーっとねじりましょう。左のお尻伸ばしながら、上半身を左にねじる。お尻伸びてますか？いまいち伸びないよって方、この左足をもうちょっと胸に近づけるとより伸びてくると思います。呼吸はね、止めないようにしましょう。 OK。 逆足いきます。左足伸ばしたまま右足をこっち持ってきて、左手で右足を抱えます。体をちょっと右にねじる。右のお尻を伸ばしながら体を右にねじってます。皆さんのやっててわからないよってことあったらコメントでどんどん質問してくださいね。ただ大体、概要欄に貼ってあるズボラストレッチの教科書とサブチャンネルで解説してるので、そちらもね、お時間ある時にご覧いただければ、自分のね、こう疑問に思ってるところとか、どうしたらいいんだろうみたいな悩みがね、解決するんじゃないかなと思います。もちろん特にあの、お金取ったりしないのでご安心を。 OK です。そしたら次は最初に行った柔軟性チェックと似た感じなんですが、こんな感じで左に倒す、右手を遠くにつく。右に倒す、左手を遠くにつく。グッと股関節を動かして手を遠くにつく。皆さんできますか？手を遠くにつく。これちょっとごめんなさい、難しいかもしれないです。左に倒したら右手を遠くにつく。なるべく手を遠くにつくことで、股関節動かしながら上半身をねじるって動きを入れてます。 OK。 次、長座しましょう。足を伸ばして座って
行けるとこまで前に倒れましょう。掴める人掴んじゃっていいです。ふう、なるべく膝伸ばしておきましょう。きつい人はね、これぐらいでも全然もちろん OK です。伸びてるなーって感じがあればそれでいいです。呼吸はね、止めないようにしましょう。ちょっとずつ余裕が出てきたら、ちょっとずつこうやって前に進んでいくと良いと思います。頭なるべくね、下げておいて、おへそを覗き込むイメージにすると背中まで伸びてくると思います。 OK。 そしたら新ストレッチいきます。右手で右の足の裏、こんな感じで掴みます。で、右足で手を押す。右の背中伸びると思います。肩甲骨、背中のあたりですね。伸びますか。この足で手をしっかり押すんです。手を引っ掛けておいて、肩甲骨、背中のあたり伸びれば OK です。しっかり足で手を押してください。ぐーっと呼吸止めないようにしましょう。 OK。 次、左手を左の足の裏掴みます。これで足の裏で手を押す。ほうほうほう、背中、肩甲骨伸びてくると思います。いまいち伸びない方、この足の裏内側掴んでるんですが、試しに外側掴んでみたらどうでしょう。その方が伸びるって方もいると思います。ふぅ、しっかりね、足の裏で手を押す。こう、内側でも外側でもどっちもいいです。自分が背中伸びる位置探してみましょう。呼吸は止めないようにしましょう。 OK。 そしたら次、右足を伸ばします。で、右足の方に向かって体を倒していきます。右の裏もも、膝の裏伸びてれば OK。 余裕があれば手でつま先つかみましょう。皆さん大丈夫ですか？ついてきてますかね？きつかったらね、一回一時停止したりとか、再生速度変えたり、もしくはね、一種目丸々サボったりとか、自分がね、続けやすいペースを探してみましょう。裏もも、膝の裏伸ばしてます。ちゃんと右足の方に向かって体を倒してくださいね。OK。 次、左足伸ばします。左足の方に向かって体を倒します。左の裏もも、膝の裏伸びれば OK です。でね、多分硬い人はこの背中とかも伸びてくるんですけど、もちろん全く問題ないです。左の裏ももプラス背中ぐらいまで伸びても OK。 呼吸は止めないようにして、余裕があったらちょっとずつね、前に倒れていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。肩もあんまり力入れすぎないようにしましょう。 OK。 で、次、右足を伸ばして、なるべく股関節こう開いた状態で体を真正面に倒します。内ももを伸ばした状態でつま先を寝かせる、真上向ける、寝かせる、真上向ける、これを繰り返していきましょう。きつい。しっかりつま先上向けて、もう股関節ね、付け根からこう動かすイメージです。呼吸は止めないようにしましょう。しっかり内ももを伸びてる状態でつま先立てる、真上向ける、頑張って。よっしゃ、 OK。 次、逆、左足いきます。左足伸ばして、なるべく股関節開く、体を正面に倒して、つま先しっかり上向ける、頑張って。呼吸は止めないようにしましょう。左内もも伸びてますか？きつい。しっかり真上向ける、真上向けて、内もも伸びてれば OK です。呼吸止めないようにして、最後もうちょっと頑張って、ラスト1回しっかり真上向けましょう。 OK。 そしたら、あぐらみたいにこう下半身楽な状態を作ったら、両手を後頭部で組みます。このままおへそを覗き込みます。おへそを覗き込む。肩甲骨、背中、首の後ろあたりが伸びれば OK です。
なるべくね、こうしっかり腰を丸めて、おへそ覗き込むイメージです。しっかり腰を丸めると、伸びる位置が全然変わってくると思います。おへそを覗き込むイメージがおすすめです。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら、足伸ばしましょう。手を床ついて大丈夫です。で、このまま、しっかり右足上げる。股関節付け根と腹筋を使うイメージです。しっかり前ももをお腹に近づけるイメージ。余裕があればこうやって手をね、床から離すと、より強度が上がります。股関節付け根と腹筋しっかり意識して、呼吸は止めないで、頑張って頑張って。あともう少しですよ。OK。左足も同じようにやっていきます。左足をぐっと高く上げる。上げる。呼吸を止めないようにして、しっかり股関節付け根、腹筋使うイメージです。頑張って頑張って。きつかったらサボってもいいですからね。余裕だよって人は手を床から離して、負荷を上げても OK です。きつい。この次に最初に行った股関節のチェックを行いますので、ビフォーアフターでどれぐらい変わったかね、チェックしましょう。で、最後、実はこんな難易度アップするパターンもあるよってご紹介します。じゃあ最初と同じようにこんな感じで体育座りみたいにして、右に倒す、左に倒す、ドルショー。だいたいね、どっちかやりづらい、やりやすいっていう方向があると思うんですけど、最初より動きやすい、そんな感じがあれば OK です。手はね、こうやって床ついててもいいです。最初はやっていくうちに手をつかないでできるようになります。で、せっかくなんで難易度アップ編ご紹介します。ちょっと僕もできるかわからないんですが、このまま右に倒してお尻持ち上げる、左に倒してお尻持ち上げる。これはね、かなり難易度高いので、もちろんできたら理想なんですけど、なかなかね、できないんじゃないかなと思います。僕もきついです。せめてね、ここまでできるように一緒に頑張りましょう。で、この動画やった後、まだ物足りない方は概要欄に追加のストレッチ貼っておきます。 Twitter、インスタも毎日更新しているので、ぜひフォローお願いします。お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。